はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャ島田です。ドン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 キー、日本三大ドンキといえばドンキホーテ、ドンキーコング、びっくりドンキーですよね。今日はそんな三大ドンキの一つ、びっくりドンキー行ってきます。それでは早速行ってみましょう。ただいまの時間午後2時、お腹が空いたので今日はびっくりドンキーへ一人で行ってみます。びっくりドンキーって外観とか店内もコンセプトがしっかりとしていて統一感ありますね。なんかテーマパークに来たようなワクワク感があります。一人で撮影なので緊張しちゃいます。いぶしぎんぎん丸も暇人キッチンも編集が忙しいらしく振られました。テーブルに着くとびっくりドンキー以外で見たことない特大メニューがお出迎えです。最近タブレットなどでのオーダーが多くなってきた中、この超アナログな感じ、安心感があります。いろいろ悩んだ結果、ランチメニューの定番ディッシュランチにすることにしました。このパフェも捨てがたいな。このお酒も気になる。でも今日は我慢しましょう。びっくりドンキーとは1968年12月に岩手県盛岡市に誕生したハンバーガーとサラダの店、ベルが始まりです。その後1980年に札幌の地で新たに創業したのがびっくりドンキーです。びっくりドンキーという名前は驚いたロバです。ノロマでもたくましく育ってほしいという願いを込めて創業者によって付けられたそうです。びっくりドンキーが全国に展開した現在も創業店舗のベルはベルとして営業しているそうです。ということでディッシュランチが到着しました。このワンプレートで全てが完結するのっていいですよね。一人暮らしすると一度はこういう意識高めな機能皿って憧れます。こんな洋風な作りのお店なのにスープではなくあえての味噌汁ってところも一びっくりです。それではいただきます。箸で簡単に切れます。結構ふわっと系の柔らかい質感で肉は細かいです。これは子供とかも食べやすいですね。これは豚と牛の合いびきですかね。味もどこか和風で一びっくりです。豚が入るとハンバーグって柔らかくなりますよね。このあえての味噌汁がご飯とハンバーグとよく合います。サラダにかかったドレッシングも和風な味わいで野菜とよく絡んで美味しいです。マヨネーズベースで醤油が入っていますね。一皿に全て乗っているとバランスよく食べ進められますね。ハンバーグ、ドレッシング、味噌汁、どれも和風でどこか食べ慣れたような味がみんなから支持される理由なのかもしれません。美味しかったです。ごちそうさまでした。数日後ということで、意識高めな木のお皿買っちゃいました。びっくりドンキーの専用のお皿も販売していましたが、ロゴが入るので使い勝手が悪いかなと思って、今回は似たような別なお皿を購入しました。すごい温かみのあるウッドな感じが使いやすそうです。せっかく木のお皿を買ったので、今日はびっくりドンキーのディッシュランチ再現します。ネットを見ていたら元店員の人のレシピがあったので参考に作っています。ついついお盆とかあるとこういうことやっちゃいますよね。こちらが今回使う材料です。それでは早速作っていきます。まずはサラダを作ります。人参、大根、レタスを細めの千切りにします。次にドレッシングを作ります。おろしニンニク、マヨネーズ、醤油、味の素、砂糖、コーヒーフレッシュを入れよく混ぜ合わせます。次にハンバーグを作ります。まずは玉ねぎをみじん切りにします。次にボウルに合いびき肉を入れて、そこに豚のひき肉を足してよく混ぜ合わせます。こうすることでより柔らかいハンバーグになります。そこに塩、卵、玉ねぎ、パン粉、マヨネーズ、ナツメグ、味噌、コーヒーフレッシュを加えて全体をしっかりと混ぜてこねていきます。あとは形を形成してフライパンに油をひいて火にかけ焼いていきます。1分焼いて焦げ目がついたらひっくり返して火を弱め蓋をして5分焼きます。蓋を開けチェダーチーズを乗せて再度蓋をしてチーズを溶かします。完成です。チーズもいい感じです。次にソースを作ります。酒、みりん、水、醤油、玉ねぎを加えて火にかけます。オレンジ果汁を加えて沸騰して少し煮たら火から下ろします。あとはお皿にご飯、サラダ、ドレッシング、ミニトマトを乗せて最後にハンバーグを乗せればディッシュランチの完成です。最後にソースをかけて仕上げです。それでは早速食べてみましょう。いただきます。ミッケラサンディエゴのサイドアイズを飲んでいます。ミッケラサンディエゴは特定の醸造所を持たないファントムマイクロブルワリーで、デンマークのミッケラーが2016年にアメリカカリフォルニア州サンディエゴにオープンさせました。ファントムマイクロブルワリーとは自社の醸造設備を持たないので、他のマイクロブルワリーなどにビール醸造をお願いしています。このサイドアイズは最近酒屋などでもよく見かけるようになったので輸入が増えたんですかね。桃のようなフルーティーさがありジューシーです。後にはしっかりと苦味があり、全体としては柔らかい印象です。それでは俺のびっくりドンキー食べてみましょう。お、
ハンバーグ柔らかいです。やっぱり豚を入れることでふわっと仕上がっています。最近牛 100% ばっかり食べていましたが、ハンバーグとして食べるなら豚を混ぜた方が美味しい気がします。味噌を入れたことで全体的に味のまとまりがあって深みが出ています。サラダのドレッシングも近い気がしますね。このドレッシングなら野菜を大量に食べられます。和風な感じがご飯が欲しくなります。家で作るハンバーグで考えたらかなりクオリティが高いです。好みでかけるソースを変えてもいろいろ楽しめそうです。あっという間に全部食べきっちゃいました。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。びっくりドンキーいかがでしたか？皆さん、ハンバーグのひき肉の好きな割合は何ですか？自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。